パラスティカのバベダと澤出です。見て皆さんこれ、スーパラのねグッズの T シャツでございます。めちゃくちゃ可愛いんだけど。可愛い、びっくりしちゃったね。澤出さんが着てるのは、ピンクでございますね。ピンク、はい。で私は今白を着てますけど、うん、イベントではこちらの2色展開で販売してますので、ぜひ。はい、澤出さんポイントをじゃあ軽く。ポイントですか、はい、はい。私たちの大きな一番の希望として、うんうん、ぜひ普段使いをしてほしいというね、気持ちがあったんだよね。ほんとそれ。そう、寝巻きにしてほしくない、部屋着にしてほしくないっていう思いがあったので、はい、普段でもお出かけする時にも着れるように、うん、こちらにね、胸元にワンポイントの刺繍を入れさせていただきました。そう、まあ、小ぶりなんですけど、うん、刺繍なのでちょっと存在感がある感じで、うんうん、まあ、皆さんのようにパンツと仕上げていただいても構いませんし、私のようにロングスカートと一緒に合わせていただいても問題ないかと。いや本当ね、どんな服にも合うようなね、シンプルな感じに仕上げましたので、男女ともに着てほしい T シャツとなっております、うん、ね。 T シャツに関する質問とか要望とかは、うん、ぜひ、うん、ウームの方に行っていただければみんなの声が届きやすいので。そうですね。それでね、ウームの人もさ、お、パラスティカの質問多いなT シャツ、あ、やっぱサイトで販売した方がいいのか、なるほどってなる可能性もあるからね。そうなの。我々が言うよりみんなが直接事務所に行ってくれた方が早いってこと。そういうことだ。だからみんなよろしくね。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、今日はですね、はい、ウームから謎の紙袋が届きました。これ何、これ、あの前のね、私たち今のマネージャーさん B 作さんっていう男性の方なんですけど、一個前のマネージャーさんが女性の方だったんですよ。みんなね、多分こういう声の人聞いたことあると思うんですけど、そうちなんかね、動画で真似すぎちゃってね。そう女性のね方だったんです。こういう声も高いね。ねえ、もう その方がね、うん、あの去年の夏から、うん、私たちにね水着をくれるって。そうなの、プレゼントしたいっておっしゃってまして、ね、来ました。それか、それです。これなのね。そうなの。ちょっとじゃあ見てみます。はい、パラスティカ水着でしょ。そういうことよ。大前提としてじゃあ1個いい、今言う、今あの、まあ、あのね、うん、事務所の方とかに言わせると、うん、去年我々が着てた私のジャングルみたいな水着と、うん、あなたの青いチェックの水着、あとね、そう、あれがね、だからやっぱりどうなのかしらみたいな部分があって、多分方が送ってきたなと思うの。そう、なんかね、うん、なんか全然乳が漏れてないってね。そうなの、しくらったのよ。そうなの、私すごく言われたのそれ、ね、もう、うん、その時言ってちょっと思ったんだけどね。そう、それでだからってことか。あ、そうかも、そうかも。じゃあ開けてみますね。ね、そうそう、あのね、お手紙入ってんの。お手紙、ね、マメナさん、サワデンさん、似てる。暑い日が続いておりますが、お元気でしょうか。今年も大丈夫、ごめんね。大丈夫、慣れてない、大丈夫、慣れてない声出しちゃったから。今年も夏がやってまいりました、うん、お二人に似合う水着をお送りいたします、うん、素敵な夏をお過ごしくださいませ、うん、PS、 澤出さんはヒントの画像を入れておきます、うん、気がが分からなかったら見てください。男ゲットだー、はい、ちっちゃく書いてあるわ。男ゲットだ、男ゲットだーって書いてあるわ。まあ、あの所属してからずっとお世話になってた女性のね、そうマネージャーさんで、もう我々のこと通年通して見てたから、そうなのよ、ね、多分ね、きっと似合うものを選んでくれてると思うの。私はどう思う。私もそう思う。わーこれけ、あのバディさん、もう前のバディさんバカにしてるわけじゃないの。違うの、違うの、そうなの。ちょっとうちら誇張しすぎる癖があるから、そう、あの怒らないでくださいね。動画見て、本当に。じゃあまずこれ出しますよ。わかった、はい。あ、こういう感じでね。あ、あら、あら、あら、すごい。あ、サワディさん、 ありがとう。これ豆田さん、あ、あ、あ、いいじゃない、いい感じよ。なんかいい匂いする。違かった、全然違かった。もうこれサワディさんって書いてある。ありがとう。よかったら、ありがとうね。じゃあ着てみる、着てみる。いろいろ毛の処理とかした。え、ちょっとあんまり肌見せられないかもしれないわ。じゃあもうどうせだったら全裸になっちゃう。全裸になっちゃうか。じゃあ今からジャンプして全裸になってきますよ、皆さん、はい、じゃあちょっと手つないでいきますよ、せーの、はい。どうかしら、こ
これ懐かしいわね。懐かしいわよ、ね、ちょっとね、おっぱいもどうかしらね。これもあんただいぶリアルよ、綺麗だし。本当？うん、あんたなんかすごいわね、飛び出具合が。私のことミネマメだって呼んで。ミネマメださん。はい、うん、じゃあ私から着ようかしらね。そうね、ちょっと開けてみるわ、うん。ついている感じでお願いします、はいはい、分かりました、うん、それ何それ何それ何それ熟年の J よ。あ、熟年の J なの。そう、それ頭文字 J ってこと。そういうこと。そう、いや絶対だ、絶対ダメなのよその動作は。じゃあ私の方も早速切っちゃっていいかしらね。切っちゃいましょう。結構柄が、な、え難易度高すぎない？あなたのこれちょっと難易度高いかも。高いね。じゃあパンツってこと。パンツ、そうね。でもあんたっぽいじゃない。あんたっぽいわね。かわいいかわいい。あ、いいじゃない。なるほどなるほど、了解、分かった、はいはい、じゃあちょっと手伝ってもらっていいかしら。いいわよいいわよ。柄結構かわいいわ。かわいいわよ。爽やかな感じね。そうでさ、履いてそう。いいじゃない、うん、ね。これで1回入ってる。違うわね。違う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 何よこれ。これじゃない、これ違う。違うね。違う違う違 う, 違 う, 違う、こうだわ。あ、そうよそうよ、こうだわ。そうよ。一回思うがままにやってみ。思うがままにやってみようね。やってみてやってみて。こうでしょ、こういうことでしょ。そういうことよきっと。一人で着るの絶対無理ね。これは無理よ。違う、待って、また変な紐出ちゃってるもんここに。え、ちょっと待って。あ、違うわ違うわ、こうやってやったら血出ちゃうの。あんた脇隠してどうすんのよ。こうよ。すごいわ、これ絶対一人じゃ着れないわよ。全然血出てんのよ。全然乳が出てんのよ。あんた乳出すぎよこれ。あ、いいじゃない。いいわね、うん、すごくいいわよ、かわいいわよ。ティーン向けじゃない。ティーン向け、ティーン向け、ね、こういう人だったら、うん、あのね、豊島園とかいますいます、サマーランドとかね、はい、いますよね。結構後ろがこうポイントになってて、かわいい、かわいい。紐でこうつなぎ止めてる感じだから、はい、回れたりイエーとかやったらもうどん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 こうなってっちゃうから、それだけは気をつけないといけないと思う。いや、そこはね、我々の一番の懸念点よ。そう、いいじゃない、でも可愛いわよ。可愛いわね、これね。あー、山が、そう、山が出たいのよ、私の夢。これが若い世代向けのあれ。そうそう、だから20代前半の男性に向けたポーズでよろしく。サムネイ、やだ、あんたそれ何のポーズ。これやんのわよ。
はい、ということでですね、前のマネージャーさんからいただいた水着着てみました。まあ、結構な夏の思い出になった。いや、なりましたよ。ありがたい、本当に。マネージャーさんが送ってくださらなかったら、水着着る機会今年一回もなかったと思うから。いや、本当そういうことよ。ありがとうございます。大事にね。そうね、普段使いしたいと思いますので、ね、なんならね、なんなら家で、家でも着るし、外でも着たいと思います。いいね、いいね、はい。皆さんもぜひ真似して買ってみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、バラスティカでした。